室町時代の十三仏図。十三仏は、十王をもとにして、室町時代になってから日本で考えられた、冥界の真理に関わる十三の仏である。また十三回の追善供養をそれぞれ司る、仏様としても知られ、主に掛け軸にした絵を、法要をはじめあらゆる仏事に飾る風習が伝えられる。十三の仏とは、閻魔王をはじめとする冥土の裁判官である十王と、その後の審理を司る、裁判官の本事とされる仏である。これらの仏は、審理において、実際の裁判所における裁判官の役目を務めることになるとされる。死亡した時を1日目として数え、初7日は命日から7日目である。他の日数、年数もすべて同様である。十三仏に名を連ねる仏のうち八仏が十二支の守護仏である。各支の守護仏に合致する仏は次の通り。この観世音菩薩は正確には、普通に言う観世音菩薩、つまり、正観音ではなく、六観音と呼ばれる、変化観音の一つである、千手観音だが、変化観音は、すべて正観音の化身であるとされるためあえて、観世音菩薩と表記。ありがとうございます。